です。よろしくお願いします。うわー、もったいない。もったいない。惜しい。まあまあまあ、ありがとう。上の方がちょっといい。お手上げです。これはお手上げですね。ボートでバッチコ X 後半戦。はい、どうも後半戦ですよ。はい、はい、本日は山村ひとみさんがゲストで来てます。どうもよー。この前と2人でもね、やばいってなっちゃうんでね、頑張ってやっていただきたいんですけども、キルアさん ね、やばい。でもしかしたら見てキルアさんも見てくれてるかもしれない。あ、やばい、まあ、やばいってなっちゃうんで ね、はい、そうね、お二人ともね、まああのね、12Sでやっぱりね、非常にね、大変なところがあるから、うん、そこまでにうん、なんとかまあトントンないしプラスにしていきたいと。そうですね、いうところなんですけどね。さあ、それでは我々後半戦一発目、第9レースに挑みましょう。もう先に言っときます、うん、激ムズですからね。女性の大橋選手引戦でございまして、これね、大橋選手がね、着3着5着なんですけど、うん、レース見るとね、悪くないんですよね。で、注目の6番入澤選手、入澤選手が前走本部選手のモダンと、本部めぐみ選手がまあまあ良かったんですよ。あ、黒井選手すんごい4肩まくりの数字ですな。そうっすよね、やっぱ戸田。わあ、でも吉川さん、おお、いや、いきそうだな。でも止まるか、止まりそう。なんかちょっとさっきより見え方良さそうですけどね。この短い間に鬼の調整入ったか。止まるかな、難しい、もう難しい。やっぱね、一般戦の男女混戦がまずむずいのと、まあやっぱ夏、この ね、なかなか因が逃げ切れないっていう夏。うね、で、今日は本当番組のこのね、位置がむずいね、配置、うん、デザインというか、枠番っていうか、はい、ここがむずい。全然6。まあ6の2着3着付け、あから絞っていく。まあ絞っていく、いやー、これは絡めるんじゃない。いや、どうだ、黒井さんが攻めなかったらさすが遠いか。めっちゃよく見えるけどな。いい角度、すごい良かった。はい、横綱さんは243、246、461、462、まあ、黒井選手のまっくり、そして河野選手の先攻めというところでね、これ非常に難しいじゃないですか、うん、ウルトラ難解にね。もうむずい、ウルトラ難解になってますけど、むずい、1絡めたボックスに買いたい。これだから吉川さんをどう見るかっすよね、やっぱりまだダメなのか。展示のスタートの感じはね、悪くなく見えたけど。見えましたね。これ吉川さんが普通であれば3頭から全然3、4とかバッチリ変えるんですけどね。3、4、6とか3、4、6、13倍、うん、ね、もしかしたら本当に4、3、3、4なのかもな。さあ、それでは後半一発目、第9レースに挑みます。それではじゃあ、バチからいきましょう。はい、私はですね、ちょっと広く構えました。はい、ここまでも展開全く見えてないので、一着が1か4、そして、私抜群に見えた入澤選手の着絡みで、軸を6にして1、4、6の前、1、4、前の6と、うんうん、なるほど、3着6、はい、2着6、こちらを16点で均等買いですので、まあギリギリ紙はあるな。4、3、6紙だね、一番人気。はい、さあ、それでは島村さん。はい、私は、電気一式交換した吉川選手が良くなってると見て、吉川選手頭まで狙います。まくり先攻めのまくり3、6の1、4、3、4は切りました。あとはまくり出し3、1、4、6、あとは、黒井選手の展開向いての頭4、1、6、1、6。結構絞ってんね。そうです、絞りました。あとは逃げの場合も入澤選手、やっぱり本当に周回展示もターンがすごく良かったので、1、3、4の6
なんかすごいプロっぽい買い方だな。絞ってね、いろんなパターン。そう、1万6000円使いました。喜びました。私もこれ本戦は黒井選手の頭416前、うん、これ先手と置いて、まずは最後に付け足しがやっぱ欲しくなった45の126、なんかしら3切ってるっていうやつね、と狙い目が1着13、2着6の前、まあ3番が4番を止める、止めるために握れれば36、一緒に飛んでたら16。さあ黒井さん、チケットショップナバリ特賞スタート、頼むぜ。やっぱ2番、うわ、え、スロー勢遅くないか。いや、俺はスロー勢、いやいや、シリ、あ、入澤さん行ってる。うわ、これ逃げんじゃね、これ。逃げるね、入澤さん。1番目頼む、コーススタート、1番目来い、1番目、うわ、全然4、入澤さん絡んでよ、全然1、3、4、1、4、3、うわ、全然逃げた、逃げた、うわ、すんげー人気んとこじゃね、これ。1、3、1、4、3、1、3、1、4、3、人気、入澤さん頼む、入澤さん頼む、うわ、逃げた。しかも吉川さん逆転する、ね、いや、吉川さん戻ってきてるな、これ足じゃ。入澤さん、入澤さん、お願い、戻ってきて、頼む、お願い、頼む、3着、入澤さん3着ない、お願い、3着つけてくれ、ある、ある、この形ならある、先に、先に、よし、先に、よし、波の中、波の中、まだ、まだ、まだ、諦めるな、相手が悪い、島村ひとみ諦めるじゃねえ、勝負は終わってない、吉川4号艇黒井の手にクリア。いや、相手悪いよ。あ、まあ、よく大橋選手やっぱ足生かして逃げましたね。そしてできたわ、しっかりと吉川さんが握って2着だけど、まあでも1三ですね。うわ、もう一瞬あったら抜いてるやん、抜いてるよ、吉川さん、さすが。我々は船券を外し、吉川選手は整備大当たり。ただこれ本命です。2番人気、ほら始まったよ、ほら、やっぱり結局みんなうまいよ、1430、みんなうまいよね、マジで、マジでみんなうまい。さあ第10レースいきましょう、はい、BTS 名張特賞ということでね、新田選手陰線でございます。新田選手が、まあ、前節のモーターと加藤彩選手と悪くなかったです、優勝戦2着、かなり、そして向井選手、中北選手、そしてここに金卓来ての川尻選手、そして太郎選手、これスタート一発狙ってくると思うんだよな。受けるのは中北選手、伸びねー、伸びないよ、全然伸びねー、無理だな、まあ、ここ胴体だったら無理なんだろうね、これ、ここ向井選手もチャンスよ、2コース強いからね、まあ、スタートはね、これ4号は速いでしょうからね、まとまってくるだろうから、中北選手がそこ止めれるか、まずはで止めちゃえば 1、2 決着なんじゃねえかっても思うし、あ、でも3もあれか、中北選手1走目悪くなかったですからね、ほらビューフォルターン、4号のターンはきれい、でもね、ベストなるとね、なんだろう、なんかすごい難しい、うん、横綱さん1、3、4、1、3、5、中北選手、そして狙い目が3、4、5、3、5、4、中北選手激推し軸だまくり、いやー、これ今節のスタート順位を比べたら本来であれば絶対4頭買いたいんだけどな、そうだね、いや、そうですね、うーん、金子選手はやっぱここの角のまくりが強いですね、いやー、どうしたらいいの、ここも新田選手が逃げると思ったらどうしますかっていうと、うん、金子選手の攻めが届かなかった時になるので、2着としては3か2、うん、で最悪その4か5に差し替えされたとしても2着3着にどっちか残る気がするから、1、2、3、2差し5、1、4、5の2の6点、これがイン逃げの解明になります、うん、2の差し、3のまくり差し、4のまくり、まくり差し、5の差し返し、あとは分かりませんな、どうしたらいいの、まあ、向井選手足いからスタート決まれば 1、2 あると思うんですよねさあ、じゃあ展示タイム見てみましょうか、はい、展示タイム1番時計は1号艇新田選手、そして2番時計3号艇中北選手、はあ、そしてやはり金子選手が一番良くない、6.96、これやっぱ厳しいのかな、 6.96 で津のね展示だと相当遅いですよ、あんま出ないです、ただ向井選手も同じぐらいだな、ね、向井選手 6.93、 展示評価です、上から3、4、3、2、2、2と、
ということで、あ、川尻さんも悪いんだ。うん、2って評価になってますね。フォーカスがですね、1、2、3、全、急に内側で1、2、3、全。まあ、金子選手が良くないという評価ですね。2号艇向井のスタートぐらい気になった。本番は1番3番と同じくらいスリットを作ることができるか。持てば伸びに回り足もいいのでチャンスはあると。まあスタートいければ1にあると、うん、日田も悪くないが金子はもうちょっと欲しい。むずい。そうなんですな。ずっと言ってる。ずっとむずい。なんだこれ。なんかね、なんなの、ずっとむずいぞ。簡単なレースが来ない。冷静にかけてあと3レースしかないんで。頑張って。ここ欲しいな、うん、頑張って、はい、まず一本当てましょう。当てましょう。安積から当てましょう。当てたい。おい、じゃあそれではね、島村さんからいきましょうか。はい、はいはい、ちょっとオッズが落ちてびっくりしたんですけど、お13の25と12の35、やっぱ金子選手の前走を見るとちょっとこう逃げた場合は外します。わかる。で、中北選手がスタート攻めてっても向井選手の差しに立った時は2124、ここで金子選手は入れたいかなと。そこに2000いってる。そうなので私ここ24000円、いきなり24000円買いました。いきなり2頭の2000いってる。えぐ。急に意味わかんない。急に。おいいよ、はい、じゃあバッチ。はい、僕ね、もうこれはもう失敗、作戦失敗しました。あ、そうですか。はい、買った時点で13の2連帯が22倍あったんですよ。やばくないですか。確かに、はい、なんで1万円1さんに行ったんですよ、はいはいはい、でさっきタバコ1本吸ってきて見たら6倍になってました。そうでしょうね。だって3連単が20倍ないですからね。びっくりしたんです。でも 2連単が22倍あった時点で、あの3連単の中に22倍以下しかなかったんですよ。うん、2連単だけ、いや2連単だけすんげえ誰もかかってないと思って。売れてないと、うん、みんないっぺんに発見したんでしょうね。あ、まあでも当たり前、うまいって買って全部買った瞬間こうなっちゃう、うん、みんな聞いて、僕はもうなんだかんだ、まあ、2がへこんでの3戦目からの4の逆転と、もう金子選手トップスタートいったんすね。4頭取りました。僕は4-3-5-0、はい、こちらを8000円。さあ私ね、まず私はね、あれなんですよ、ひーちゃんとほぼ同意見の1-2-3-5、1-3-2-5、これまず買ったんです、2000ずつ、うん、一緒だ。で、僕はこのレース金子選手がスタート行っての展開作って川尻選手に期待してるんで、1-2-3-5にもう2000足したんです。じゃあ1号買わなきゃダメじゃんってことで、1号全1000円と、うん、1号の今度は2-3に2000ずつ足してるんですよね。これ非常に分かりやすいテロップで見ていたらいいんですけど、だから高めに4000とか3000に振り上げてます。残り10秒です。内側から1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。大丈夫、大丈夫じゃない、3覗いてんじゃない、結構、いや大丈夫じゃない、うん、あ、5がむしろ出てフリーズ、はい、止まって、はい、いいよ、川尻いい体形、はい、まくり出し、5、まくり出し、はい、おいおいおい、だから、おい、はい、はい、はい、そっから4-1だ、はい、中木田さん2マーク4号艇金子が先制、結局じゃない、はい4-1、はい無理、結局じゃねえか、金太くん1-4になるわ、1-4-1だわ、まあどっちにしても当たんねえわ、当たんないな、金太くん、金太くんでも足悪いな、あれ追いつかねえんだ、新田選手にこら参った、1-4-3で終了通り、1番新田五輪、4番金子五輪、これで9割ぐらいでは常に4コース、やばい、いやむずいわこれ、やばい。2番人気1,300円、また2番人気、すごい、ずっと2番人気で出てる、買い方が悪いんだな。やべやべやべ、なんで、なんなの、なんなの、なんなの、壊れた人形みたいになってる。それは壊れるよ、壊れた人形みたいになってる。なんなの、あー、まずいな。さあ、泣いても笑ってもあと2レース、いや、ここ当てないときつい、これめっちゃ高メンバーなんですよ、うわー、いいメンバー、いや、あったんだ、今日フル坊主だ、うん、まただ、何レース連続だ、うん、前回もフル坊主だから。まあ、とりあえずね、みんなに伝えておくのは、番組上はまだあのここ初登場だけど、星野選手めたくそいいから、星野選手は結構あれだったな、だって追いかけ回してたもんな、さっき、うんうん、でさっきね、インカラスタート遅れちゃう大滝選手どうするかと、で長岡選手もね、前半まくりいって、まあ、惜しくも2着だったけど、まあ、動き的には悪くないんで、4めっちゃ出るな、あれあれ急
村選手めっちゃ出たように見えたけど、磯村選手もモーター評価高いですよ、めっちゃ。ああそうだそうだそうだ、うん、これ2サッシ後の足が強力なのか、いやわからんこれは。いやわかんないよ、これ切れる選手いないからね。ねえ、誰が頭きてもおかしくないもん。なんでずっとわかんねえんだこれ。ねえ、なんでずっとわかんないんだ。やめた方がいいんじゃないのこれ、もしかして、ね、こんなわかんないの俺ら買ってんの、やめた方がいいんじゃないこれ。ずーっとわかんねえわかんねえ言ってんだけど、わかんないから僕たちは今日剣しますって言った方がよくないもん。いや言ったよもう、こんなわかんないの俺多分2レース目ぐらいで言ったはずなんよ。あ、言ったね。今日は無理、今日は無理、うん、今やめたら逆に8万と9万負けて帰ることになったから。やだだろ、俺も、俺はもうその方がいいと思う。お前が負けてたら、お前放棄すんじゃねえよ。よし11です、テレポートで買います。 OK、 外した場合、うん、12レースにあの間に合うように買えない可能性が出てきて、うん、この今財布の中にあと6万しかない。あー、分かる。まずは1号艇野口選手のイン逃げ率が大体 60% と、で2号艇北村選手がまあ2号シーズン 46%、まあ、あんまり良くない。で自分が指して 15% 勝ってると。でまくり差しで入れるのが星野選手、半年で 17%。 ここですよね、スナビ見てみましょうか。展示評価334343と、星野選手、そして大滝選手だけ4、あとのみんなが3。フォーカスのがですね123全、そして穴目が4頭、磯村選手一撃4135全、まくってよし、まくり出してよしと、まあ、3番がまくっての逆転の43みたいなのもあるかもね。スタート展示良かったのは磯村、大竹のダッシュ勢、スロー勢に対して脅威になるだろう、なるであろう、てれー。さあそれでは残り9分、我々あと2レースしかございません、12レースで地獄を見たくなければここで当たるしかないということでね、皆さん頑張ってまいりましょう。はい、それでは第11レースいきましょう。じゃあ松本さんちいきましょう。はい、結局ですね、5万円を残して船券でチャレンジしました。僕はもう4頭、4号前4前後、いやー行けましたね。いやー、展示を見返した結果ですね、越野選手よりも伸びが強いと、うん、でここまで 1-0-0-7 とスタート決めてる磯村選手が展示でも 0-7 なので、もうスタート一発を信じて4号前4前後、4号前の方2000円、はい、4前後1000円で。はい、島村さん。はい、134、5000円、135、1万円。結局やっぱ星野選手のモーター足はいいと思うので、そうなったら北村選手が引き波にはまる、もう外。なるほど、にしました。私は3125が本戦、まくり出し3000円ずつ、3点、そしてインから1点1321万円、計19000円。北村選手の3連対戦 90% に僕はそう言ってた、行きました、行きましょう。ロマンのスリッパ、星野さん逃げて、まくり出しだ、阿部さん逃げて、もう行け、いいよ、いい、いいよ、磯村どうした、磯村無理、磯村無理、無理、一旦磯村無理、遅れてる、一旦磯村無理、遅れてる、星野さん、まくり出し、まくり出しダメ、入れ、ダメ、入んないで、入る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 、入った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 、よし、入った、星野さん、このまま、星野太郎、なめちゃねえや、なめちゃねえよ、星野太郎、差し返して、頼むぞ、3位来たぞ、3位、おい、一度来いって、あー、3連対列 90% の北村選手が戻ってきました。野口選手、なんなの今の、3連対列 90% の北村選手が3-1でしょ今の。市川君のリクエストに応えた、おー、3人に戻ってきましたよ、市川君、野口選手、なんなの今の、市川君のリクエストに応えて、おい、3-1に3000持ってたんだぞ、3連対列 90% の北村選手が、さすが市川君に信じられて、俺が4位になるわけにいかないと、3-1完璧だろ今の、なんだよ今の、ちょっと野口さん、ちょっと後で喫煙所とかで話できない、転覆しなかったからいじるけど、ちょっと家完璧、星野太郎なめんな状態、完璧だったでしょ今の、ね、完璧だったね、不運丸出しのレースで、3123、ね、313点と132まで絞ってるんだよ、ね、最後後ろ312だった、31の25と132、完璧だった、完璧だった。
俺間に合わねえよ多分もう諦めた発音の文字がこれ無理じゃないってならあるわよしやるか河村選手のねさっきの足見ちゃったらもうさすがに勝つんでしょ社長ってことですよねそして松本選手も結局良かったですもんね良かったで上村選手もしっかり着入ってここだからうん大体いいんですよねバシさんも結局良かったもんね柳橋選手、うん、そうね、うん、すんごい1-2-3-1-3-2じゃないこれうんそうね桜本選手前半あれじゃんそれこそまた俺が4号で勝ってたとこ入ってきて2-4-5になったやつだわ差しだわあーそうだむちゃくちゃうまかったわあれかったとんでもなくうまかったあれあんなことなんで今日はそんなんばっか桜本ちゃんがちょい出てるこれ桜本選手マジ抜群だったな、ね、開き目に走ってたけど、うん、あれ差したいってこと絶対はないよね絶対はないと思うけどけどもどう見ても取れると思うんだけどまあ桜本選手がちょっと何か波乱含みなことするかなっていうイメージだけだけど上村選手だよだって稼働家がそうなんだよな上村で止まるんだよなうんまあそうよなあるとしたらやっぱ上村選手だと思うんだけど俺もそうだねまあそれも2位がちょっとへこんでんのねでも河村選手もイン逃げ率ってそんな高くないんですね高くないそうねただ、うん、あの個人的にあのいつもの社長より動きいいなと思いましたああ正直ちょっとスタート遅れて叩かれるイメージありますよねうんこれ3のまくり目はあるかあるそうね安いな1-2-3-5倍か、まあ、朝ねひーちゃんに言った通りよ、うん、一番人気5倍ぐらいと買えないぞ、うん、そこ多分っつってね言ってた言ってた、ね、展示タイムは一番早いのが4号で鈴木選手ですかね 6.8 人ただあまり差が出なかったですねこの展示タイムは、うん、展示評価は上から3-4-4-3-4-3、でフォーカスが激絞りですね 1-2-3-1-2-5 1-3-2-1-3-5とまさくらもっさんよねそうですね良さそうだと島村さんどうするいや松本選手がスタート展示であれだけ幅取ったのがすごく気になる確かにあそっちねあれなん、ね、ですかねでそれで今日誰だっけそれで誰か指してるよね今日ねそうあれだキララだ正直キララあ、うん、まあ最後は外でねあの目の前で見ますからくー早く買い目を決めて買って外へ行くうん最後行くぞ頑張りましょうくーさあそれでは勝負の第10レースの解明を発表しましょうじゃあ松本町からはい私は4点でいきたいと思います上村選手の攻めを受けての1-2-5-2-3-1-5-1-2-1-3-2-1-5-1-1ずつ4点なるほど上村選手がキーマンであろうと、まあ、宣言通りですねはい成功すれば3-1-5失敗すれば1-2-5そして差しが入れば2-1-3-2-1-5これ4点でいきたいと思いますおいそれではひーちゃんはい私は1-2-3-1-3-2かと思ったんですけど 2-3 の共存はないと見て 1-2-4-1-1-4、うん、あえて5-6も外しました何気にそこね高いんだよねあとは 1-3-4 を 15,000円ですねなるほど分けてねはい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 なるほどね1-2-4と 1-3-4 あ4絡みはい僕はね 1-3 だと思いました 1-3 の4 15,000円 1-3-5 2万円 1-3-6 バシさんの1万円いきました、うん、そしてあともう1欲しかったんで1-2-5-2万、うんうんうん、これでいきましたうん、最近この12レースねこの番組全然当たってないんですよあ、みんなうん全然当たってないんですよだからね今日は誰かぐらい当てたいバシッといきたいどっちにしろ川村さんは遅れてほしくないよねもちろんどのタイプだもん3、1、0、2、0、ね、それだけは考えてる、それだけは考えてる川村さんはちゃんと言ってくれそれだけは考えてない頼むぞーサードだサード上村さん出てるか出てる川村さんがやばい出てる上村さん出てる川村さんがやばいってさあ1バックどうなるいや川村さんやばいな開けちゃう開けちゃう刺せあっ回ってない刺さってるの 2-3 だ 2-3 はないだろう 2-3 になってる川村さんマジで逆転してくんねえからいや 2-3 になっちゃって川村さん流れた川村さん潜り込んでくれ潜り込んでくれ 2-3 ある耐えて耐えて2-3ある耐えて 2-3 なる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 川村さん頼む勝ってくれよこうなったらバッチ当たれバッチさん勝ってくれバッチ当たれよ頼むうわ上村張られてんな川村さん頼むよさばいて
入る！ある！ある！入った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 ！アキエちゃん！入った！入った！入った！アキエちゃん差し！やば！よし！よし！頼む！社長うまっ！後ろはゴム持ってる！社長が守ってくれば OK！ いや、いいぞ！よし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 ！当ててくれ！当ててくれ！もういい！当ててくれ！これは大丈夫じゃないか。カバさん頼むよマジで。あ、うまい。内側入った。オッケーオッケー、あと一回、あと一回。いや、カバさんうまいわ、内側入ったよ。あと一回。できてるよな。ラスバッターシリーズ勝利2号艇松本トップ2番手1号艇カメラ。大丈夫いった。よし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 。おめでとう。入った入った。やばい。いや素晴らしい。アキエちゃんと差し。マッチャンナイス。いやお見事。オッケー。2、1、3、100枚。30ある。さ、届くんじゃない？30万8000。20万使ってないでしょ。使ってないはず。結果エンディングの方で発表したいと思います。お疲れ様でした。ボードデバッチコエンディングの時間。どうも。いやいや。いや。激戦でございましたけれども。激戦だった。ねえ、真夏のボートレース、非常に難しいということで。難しい。正式に収支の方を発表していきましょう、はい、ゲストの島村さんお願いします。12万4000円です。え12万4000円ですか。そんなに僕ちょっとハソポですか。大丈夫、さっきあの外から帰ってくる時テキーラとか飲んでない？なんか全然わけわかんない。なんかしてみて。ねえ、船はまだ走ってるでしょうか。急に田中君に、うん、まあ12万ってことで、はい、まあね、いや頑張ったんですけどね。頑張りましたけどね。伸び伸びと勝って。でも私今日一周2マークでもう決着ついてるレースしかなかったんですよ。ね、なんか3周まで楽しめてないんですよ。なんかずっとキーンとしてたもんね。そう、なので、はい、もうプラス出す。プラス。まあお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ私行きましょうかね、私がね。はい、はい、今日は悔しい思いがね、たくさんありまして、最終的にはね、マイナス112,900円ということでね。これは地獄でしたね。まあしょうがない、これもね、うん、勝負の時の運ですから。まあそうね、はい、まあね、最終的に松本バッチ君の収支聞きましょう。いやこれね、僕途中でね、計算してもらったんですけど、前々回、とんでもないホームラン打った後、午後10レース、11レース、12レース外してたんですよ、はい、で、丸山さんと8レース坊主やって、で今日7レース坊主追加したんで、すんげー久しぶりのヒットなんですけど。確かにそうだわ、はい、音だ。あ、この音 ね、 いいね、この至極の音ね。あ、これね、あ、長いね。素晴らしい。あ、まだ、あ、ついちゃった、すいません。あの携帯の着信音にしたいね。あ、しゃよし、おい、はい、大逆転。どう？疲れた今日は。もういいな。いや、おめでとう。生還しました。一発逆転でプラス15万。おー、来ました。ありがとうございます。ラスト。かっこいい。あ、ど真ん中15万プラスだ。いやいやいや、あのボートレースの複雑さを思い出したね。うんうんうん、でインからやられてしまって、うわーってなったけど、逆転で3を抜いてスーパーナイスっていう風に僕の中では着地したんですけど、はいはいはい、やっぱ1から持ってる人たちはそうじゃないもんね。そうだよ、ね、そうだよ。1からしかなかったもん。あれ、川村さん遅れてないみたいな。そうだよね、うん、ボートレースファンとボートレーサーの関係性ってさ、もう縁じゃないやっぱり、うん、まあね、うん、あとタイミング、そう、ね、誰が好きで誰が苦手かって、これもう縁だよね。その船券何持ってるかって全然見え方変わるもん。面白い、やっぱボートレース。そう、深い、ほんとね、深いですな。それなん、どこでやってんの、どこで受けたの、逆に。初めて、まあ、初めてこれいきなり持ってきたの、最後にマジすぎてやばい、もうおかしくなっちゃったじゃん。そうだよ、だっておかしくない、なっちゃうよ、コカレロとか飲んだの。いやー、終始明るくね、ボートレースでされてたんですけど、まあ、本当に好きなんだなって、そうっす ね、 ね、いうことで、また機会があったらリベンジしたい、リベンジしたいです、うん、ね、ここに捨てたね、お金を拾いに来ないといけないからね。そうですよね、うん、夏のツアー結構難しいね、やっぱりね。ただロマンがあるね、うん、また次回お会いできればと思います。はい、今日は1日お付き合いありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ、バイバイ、よし。Ha ha 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 ha!